カキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はですね、初めてかな、そう、昔行ったとことはもう多分変わって引っ越してるんで、今現在ね、あの PDS 株式会社のペインダンテ翔之介くんが住んでる家に初めて来たんですけど、あの住所だけ聞いてて来たらどこかなと思ってこう探したらね、あーと思ったのがね、これチラシ投函お断りって書いてあるんですけど、この字はこの字は絶対ダンテだと思って確信したので入ってみたいと思います。はいはい、ここでワキャーとか言ってんすね、この家で。おきゃおきゃびっくりした、違う人かと思った。お邪魔します。いや、チラシ投函お断りなんですね。あ、いい家や。セールスマンがめっちゃ来ちゃうんです。そう、さ、これ俺前来た家と違うよね。いや、違います。だよね、ほらなんかちょっと似てるんだよ。いい家。映しちゃいけないとこないらしいんですよ、 NG なし。何でもさらけますよ、僕は。すごいね、うん、お、てか、いい寝室ですね。多分期待外れだと思うんですけど、いい寝室ですね。部屋が綺麗すぎて、おポップの毛がね、たくさんありますわ。すごいですわ。ほら、ポップの毛が。ほらほら、ポップの毛がすごい、ほら。まあ、猫飼ってたらなるよね。なります。いいね、でもね。落ち着いていて。やっぱなんか、ベッドだけの部屋をね、作った方がいいってどっかに書いてあったんですよ。あ、そうなんですね。そうですね。寝るだけの部屋を作った方がいい。確かにそうだと思う。瀬戸さんもなんか人生の3分の1はベッドで過ごす。あ、確かにそう。だからベッドはケチっちゃダメ。そう、5万円のベッド買っちゃいました。いいじゃないですか。そして、お、あ、こっちはこれなんか前プールやってた部屋。あれ前の家か。あれ前の家です。あ、じゃあここは何。あ、風呂。風呂ですてかさ、人ん家にこんなズカズカ入ってくるの初めてだ。大丈夫ですよ。おお。でも前の家よりも、うん、洗濯機を大きいの置けるようになったんですよね。ほんとだ、ちょっとうずらかってたんで。男の一人暮らしって感じが。え、なんでこれうずらのさ、はい、なんでこれ、ここやばい、ここ、はい、じゃあまだ片付けられてないっていう。これ、ここで飼ってたわけじゃないよね。いや、ここで飼ってました。え、あ、そうなんだ。はい、なんで、なんか湿気がなんとかとか。いや、室内でちょっと飼ってて。ああ、はい、ここがベストと。でも風呂も前のよりも広いんですよ。あ、そうなの。それもシャワー浴びた痕跡が。そうです、お風呂大好きなんで、ね、あれ、何これ、お湯溜めてんの。溜めてますよ。え、溜めて何回も入ってるの。入ってますよ。おお、いいね。週2回ぐらい。はい、出汁が出ておりますよ。 お風呂は毎日入ってます。筋肉マンの出汁がちゃんとこう染み込んでます、これ。はい。あー、でもね、これダンテね、なんかね、いいね、いい彼女を見つけてほしいなとか思っちゃうわ。まだこっちのベッド何もしてないんだよ。掃除してくれる彼女絶対これね、なんて見つけた方がいい。いい家なんだもんだって。じゃあそれでは、はい。あ、闇の電気切れてる。切れてます。 YouTuber としてこれ電気切れてたらヤバくね。そうなんですよ。もう暗いですね。うん、あ、ここよく動画で見るとこだ。はい、綺麗だ。今日特別にちょっと綺麗なんです。そしてこの何、吹き抜けだから、うん、開放感がありますね、ここ。こだわりはロフトなんですよ。で、ロフトの上でゲームしてんだよね。ゲームしてます。あ、これ YouTuber 必見ですね。どっから行こうかな。でも前の家よりなんか広い。広いです。でも一つ部屋が増えたぐらいなんで。うーん、やっぱキッチンがキッチンが全然広くなりましたね。これ何、これ最なんで書いてあるんだよ。一番最強。一番、あ、最強一番になる。一番になる。やっぱこうね、モチベーション上げたんで。ここだけなんかさ、はい、外国っぽいよね。そうですね。なんでだろうね。なんでだろう。ここすげえ。なにこれ。え、これなにこれ。いや、磁石でくっつけていつでも料理できる。へぇ、ああ、そういうことか、そういうことか。そうですね。磁石をつけて、その上につけてる。うん、あとやっぱプロテインがいっぱい。プロテインやべっか。もう補充もいっぱいありますよ。なんだこれ、全部なんか外国のやつじゃん。そうです。チャンピオンがやっぱ一番いいっすね。へえ。じゃあゲームコーナー行きますか。いや、でも YouTuber の家って普通ここまで見せてくれないからね、普通の人。僕も何でも出します。はあ、え、これで動画編集してんの。そうですね、こっちはメインの編集で、ゲームよりこっちの方がスペック高いんですよね。へえ。
あ、じゃあノートパソコンで今やってるんだ。そうっす。へぇ、ちょっとここに呪いを感じるんだけど、そこに呪い、この寝てる感じが襲ってくるんでね。よくやってるよね、これね。なんかあの、パパちゃん、痛いでしょ。よっしゃ、2回見せてもらおうか。2階というか3階。いや、まあロフトなんで。あ、いいんだね、登っちゃって。はい、お願いします。太っ腹ですね、ランク先輩。おお、これ怖え。さすがにこっから飛び降りたこととかないよね。いや、ないです。ポップはありますけど。いや、穴開きそうだもんね。おお、結構広いよ、この広いと。前よりも使いやすっていうか、なんかこの高さがあるじゃん。はい、車もあるし、ちょっと運転するかな。ドライブでも行くか。それ、ヒカキン様へ迷いました。あれか。あ、すごいモニターだね、これ。あった台がなくて。なるほどね。あ、すごい。ここにね、ゲームがいろいろ並んでて。これ1000円ガチャで。手作りってどういうこと？板買ってってこと？板買って、こう組みって。すげえじゃん、結構。今度作ってあげますで、これが。あ、これでゲーム編集してる。で、こっちにゲーム画面映ってるんだ。そうです。でかくね。なんでこのでかいの、これ。迫力あったが、やっぱリアクション取りやすいかな。でかっ。そうです。なるほどね、ここで。ってやってんだよね。そうですね。FPS を最近やってます、ね。そこでもここだったらなんか近所迷惑なんなそうだね。ならないです。うん、でも隣と隣がおばあちゃんおばあちゃんなんで、おじいちゃんおばあちゃん優しいんですよね。あのさっきね、おじいちゃんと。そうです。なんか悲鳴が聞こえる。そうなんかね、このおじいちゃん隣変なやつ住んでるって思ってるんじゃないかな。でもちゃんと挨拶しに行ったんでね、最初に。あ、そうなんだ。そうなんですよ。さあ何？いやもうね、ここら辺はもう優しい人ばっかりだから全然安心していいよ。安心してさ、先には。よし、じゃああと残すは。うお、この急な感じ伝わるかな、動画で。うおー。おー。ちょっとなんかラップしてくれるみたいな。何歌ってんの？君のパンツを見てみた。それだけ俺様感じちゃうね。これから始まる PDS。パンティなパンティアンダーパンティあ、ここだ。あーあー、魔獣がでかくなってるな。え、これ野良猫でいるでかさではないな。君ポップップや。あ、このポップ編はまた別でやろうと思ってるんで。徹底的に。ここ何部屋？これスタジオです。あ、ほんとだ。つがなんかゾクゾクするようななんかやつがいっぱいあるんだけど。このほら、もうまずこれとかがなんかもうこれなんか怖いもんね。これジャスティン・ビーバー、あれシュレックじゃねえし、誰これ。あー、あの人か。で、これ奇妙なのがあって、これ動画でね使ってるようなやつがあって、ここですよ。これ募集してます。ダンミツさんがいる。ダンミツさん募集してます。ダンミツさん募集してるそうで。あ、でも綺麗に整ってる。ここでじゃあいつもこうやって座って、いかーす、まるちゃって、わかりしてるわかりしてないでしょ。え、ここでしょ。でもそうですね。こっち家がないんで、隣こっちもこっちもだから、どんなに叫んでも大丈夫です。そっかそっかそっか。あ、でもすごいちゃんと撮影部屋っていうのを作ってんのが。でもやっぱ車の音は聞こえるのがね、ああちょっと嫌なんですよね。大体聞こえるよね。でもね、これあれですよ、ヒカキンさんが誕生日もらった時の。使ってねえな。使ってねえ。いざっていう時に使うんですよ、これ。じゃあ、マジでこれ持ってたら盗まれるじゃないですか。いやいや、そんな、超いい、そんなにね。だから、これ、そういざっていう時に。江ノ島であげたんだよ、確か。そうなんですよ。そう、江ノ島行く時に、おめでとう。ちゃんと、これ。飾ってるアピールしてます。こんなとこかな。で、上もあります。え、上もあります。え、ロフト、え、どういうこと。いや、上もあります。何これ完全にこれなんかもう入っていけないくらいものがあるんですけど、これ入れない。これはまたさらに広いところに引っ越さないとダメか。あ、あー、ここはうずらがベランダみたいなとこ。え、うずら、え、うずら外にあるの。うずら外で買ってます。大丈夫なの外で。いや、全然大丈夫です。へえ。はい、ここ屋上ですね。うずらちゃんがいる。すげえ。学校のなんかあれだね、飼育小屋みたいな。多分これ本当はウサギとか買うやつなんですけど、ね、すごい懐かしい。このちょっと懐かしい香りがする。え、これ卵、これ産んでるの。めっちゃ産んでますよ、毎日。え、これは生まれる卵じゃない。いや、生まれますよ。え、マジ落ちますか。うんこしない。大丈夫ですよ。
からね、いけないか。あ、ピピ言ってる、すごい。うずらモテるっていうことで。あー、早いんだね。めっちゃジャンプ、すごいジャンプ力やばいっす。わっ、え、大丈夫、俺さ、それで飛んでっちゃって飛ばないこいつら。あ、中に持ってった方がいいっす。あ、そっかそっか。これでさ、空に飛んでっちゃったとか なんない。あー、すごい。あー、あー、あー。気をつけてね。あ、あ、だめ。俺そんなしっかり持ってられる自信があんまないんだけど。あ、ちょっと足、うんこしてる？なんかついでねって。大丈夫です。うんこじゃない？あ、うんこだ。ほら、うんこだろ、やっぱり。うんこが、うんこが、うんこが。あ、すごい。久々にこんな生き物に触ったわ、ほら。あ、うんこ、うんこ。あ、あ、うんこ。このズボン結構新品なのに。あー、戻します。でもね、生き物の温かみはちょっと感じれたわ。うんこ、うんこ、ちょっとこれ手を合わせてみて。でも可愛かった、すげえ可愛かったね。こういう風がトウモロコシのうんこなんて全然ね、綺麗ですよ。PDF T シャツ。はい、というわけでここまでね、まさか見せてもらえると思わなかったんで。いや、まだ見てない動画いっぱいありますけどね。嘘。いや、まあちょっと18期なんで。今日はありがとうございました。ウェイです。 PDS チャンネル動画の概要欄にありますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくや。本日もご視聴ありがとうございました。じゃけたい、いきますよ、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイバイ、せー。